僕はもうそれで打ち負けますね。その役に徹すると思います。渡辺優斗選手がもし男子ダブルスできたら出たら誰と組むと思いますか？いやーいないよね。遠藤さんにもう一回やってもらうしかなくない？ちょっといないよね。誰と組んでもそこそこできると思うんですよ。なんでかというと彼自身がパートナーの特性を活かせるんで。陶芸さんと渡辺選手ペアを組むとしたら陶芸さんどのことを意識しますか？多分どっちも前衛タイプだと思うんですね。僕は球を作って優斗は球を作るタイプなんですけど、僕はもうガンガン後ろで打ちまくりますね。その役に徹すると思います。で、その打つときにどうするかっていうと、どうやってやったら、ユータがうまく触れるか考えて打ちますね。速いスマッシュを打ち続けるというよりは、しっかり運動量を増やした上で、安定した、ここに打つよって言われたときに、ここにユータが打ってって言ったときに、ここに打てれ、そこに打てれるようにやります、ね。で、あとは相手によってですね、俺が公園に下がった方が嫌なのか、ユータが公園に下がった方が嫌なのかで変わってくると思いますね。レシーブ硬くなる練習って何ですかっていう質問来たんで、それ答えますね。俺は、ここの練習じゃないと思うんだよね。硬くなるには。うん。ここも重要ですよ。コントロールできるようにならないといけないけども、やっぱり、足が引けるようにならないとダメよね。うん。レシーブ硬くなんで、当たり前に返せる球っていうのは当たり前に返していけばいいんだけども、ここを返せない球をどう返すかっていうところが硬くなる第一歩目じゃないですか。だから、そこはやっぱ足を引けないと、あと、懐を広くしないとダメよね。これは絶対ね、課題だよ。懐を深くする。この引く作業がやっぱレシーブ苦手な人はできないです。あとは、もう一個。シャトルが速いのが来る上で、早く返さなきゃと思ってる人が多すぎます。うん。一回待ってみて。上手い人めっちゃ待つじゃん。やっぱこれ重要なんだよね。これが分かってない人が多すぎるんだよ。レシーブするときに。ダブルスのレシーブをする際にどうしても体が合ってしまいます。頭で分かっているんですけど、強い球を返そうと思うと、体が上ずってしまって、上ずってどういうこと？体がのけぞってしまう。こうなっちゃうってことだよ。なんでよ。あ、これね、まず、レシーブするために、する際に、体が上がってしまう、のけぞってしまって上がってしまうんですよね。そんなに球速くないんで。体は頭で分かってるんですけど、強い球を返せると思うと、もう言ってるじゃん、自分で。ダメなこと。強い球を返そうとしなきゃいいじゃん、まず。で、じゃあ逆に聞くよ。強い球を返そうと思うと体がのけぞるんだよね。じゃあ、どれぐらいの力があったら体のけぞらないのよ。そう分かってないと思うよ。あのね、バドミントンって、力のいらないものから始めていくんですよ。力がいるものは最後なんです。その力がいらないものをクリアしていった最後に力がいるものをできるようにしないといけないっていう順番なので、今度逆にだからどこが、この力だったらのけざらないっていう場所はどこよ。それ自分で把握できてるか把握できてないかだけ教えて。大体何々ができないって人は、自分が何々まではできるっていう、この自己分析が絶対できてない人はもう確実に多いです。把握できてるその球じゃ、相手にどんどん前に詰められてこっちが不利になります。だから力技なの？その考え方は間違ってない？空いてるところに流すとか、その自分でできる範囲でレシーブをするとかっていうパターンだと思うんだけど、立ち位置をちょっと前にしてみるとかさ、いろいろやり方あるじゃん。シングルやってます。奈良岡山モーターなどアジア系の人はやってるようにゆっくりスローペースから始めて後ろからテンポアップして相手を翻弄するか、リージージャーみたいでパワフルにスピード感がある試合はどっちの方がいいですか？身長は173、力は一般高校生並みです。このまあ高台とか桃田がやってるゆっくりスローペースから始めてっていうのがありましたけども、実はある時期までそうじゃなかったんですよ。